ランドバリが逃げたんじゃねえか。目で光を受け橋を架けた最後の対策じゃろうて。ヒールの目を使えるでしょ。わしには片目だけしかないのじゃ。オーディンはわしが移動できんよう片方の目を奪ったんじゃ。すまんの、行けると思ったが。オーディンはその片目をどうした。奴が持っておる。わしは見当もつかんがの。ここまで来たのに方法はきっとある。そうじゃの、当てにはならんが、オーディンが山へ来るときにあのドワーフの兄弟が辺りをうろついておるのを何度も見たことがある。何か知っているかもな。ブロックとシンドリ、ねえみんな、聞きたいんだけど、ミーミルの左目はどこか知ってる？ああ、それは、実はオーディに頼まれて作ってくれと。それで私に見せてくれて断った。すみません、ちょっと失礼。まるで役に立たん。実はな、ちょうど同じ頃俺んとこにもオーディンが訪ねてきて、隠し部屋がある像を作ってくれと頼まれたことがあったな。だが作んのは武器でもねえし、アース神族のやつらもアホ面揃いだったんで、俺も断っちまったのさ。結局オーディンはどうにか作ったがな。どんな像なの？そりゃ湖で玉を見せびらかしてるあのトール像さ。ヨルムンガンドが食べた像か。失礼しました。お腹の中をどう調べればいいんだろう。中ですって。ああまた、ならヨルムンガンドに直接聞いてみるかの。この先何があるかわからん。今のうちに再びオーブへ。腹に残っとるかもしれんと。ああ、じゃから口の中に入っていって探してもよいと、あれは言っておる。げー、ほんと？ヨルムンガンドも乗り気じゃなさそうじゃがの。来なくてもいいぞ。まあ僕も行くけど。ねえ、本当にうまくいくかな。さあ
わしもいろいろおかしな場所へ行ったが、こんなところには。だね、僕も巨人のお腹は初めてだよ。父上は自ら進んで入るのが初めて。全く食われてもしたんか。食べられる夢を見てた。夢というものが怖がってなんてないよ。ただ小さかった頃の感覚を思い出しただけ。あの像を探そう。おお、思ったほど悪くない匂いじゃ。醸造酒が発酵したような割と良い香りかもしれん。変な人。下に何かある。いった。水に触ると焼ける感じ。これって水じゃないの？そうじゃ。じゃが全部じゃない。船を埋めようよ。あれは土か。もう少し近ければ。それは無理じゃろう。ミーミル、目の隠し場所はどこだろう。知らん。風景が届くわけでもないしの。ミーミルの目。なくさんように元の場所に突っ込んどいてくれ。壊してくれるな、そっとじゃ。恩に着るぞい。なくして初めて分かった大切さじゃ。
を解読できる。旅のルーンもあるよ。行ってみる？元通りってわけじゃないが、以前とは比べ物にならん。ビフレストは無傷か？大丈夫じゃ。必要なものは揃った。やっとヨトゥヘイムに行けるんだ。いよいよだね。お前さん、定めって言葉を知っておるか？少し冷や汗をかいたの。ヨルモンガンドの腹がわしらに驚いとるのかもしれん。いや、何かおかしい。どうしたんだろう。これはまずい。終わってよかった。ヨルモンガンドが攻撃されてる。急がねば。全く同感じゃ。いや、違うはずだ。死んだ巨人、なぜここに吐き出した？見て！フレイヤ、彼女は仲間だよね。確信が得られるまで用心しろ。ヨルムンガンド、何があったの？わからないんだ。なぜここへ来た？息子を探しているの。あなたたちがいろいろ気づかせてくれたから。居場所はわからんのか？わからない。だけど草木が彼の名をささやいてる。ミズガルズにいることは確かよ。最後に見たのは大昔よ。あなたの生まれる前ね。なんで私を避けてるの？何があったの？あそこ！あの大蛇をどうにかすりゃお前たち二人をまとめておびき出せると思ってよ。お前らのせいで俺がどんな目にあったか想像もつかねえだろ。バルドル、あんたは私よ、逃げないで。俺はどこへも行きやしねえさ。まだ恨んでいるのよね。あなたの感覚が変わってないことも。でも俺の感覚だと
俺はこの100年の間ずっと待ちわびてきたこの瞬間を。あんたに奪われたもの、そしてその苦しみをあんたに分からせるにはどうすりゃいいか、そのことばかりを考えてたんだ。だがな、気づいちまった。実際そんなことはどうでもよかったんだとな。だってあんたはもう用なしだ。ダメ、下がって。これは家族の復讐の道を歩むな。それで安らぎは得られん。お前は後で相手をしてやる。まずは家族のことだ。やんのか。